ちごまげとは、日本髪の一種。髪を頭上で二つに分け、輪の形にして束ねた髪型。ゴリ輪とも呼ぶ。服まげを中央で二つに分けた同名の女性の髪型もあるが、現代は、子供のちごまげを指す場合が多い。1952年の映画、牛若丸の三空ひばり江戸時代の京阪地域では、頭上上部で二つに分けた髪の輪を大きく膨らまし、 中央で布や竹長、竹長、もっといの一種で結んだスタイルが流行し、少女がした。江戸時代初期に、苦行の少年が言った髪型にも同名があり、振り分け髪を頭上で束ねて、メガネのような形をした輪を作り、根元をもっといで結んだ髪型を言った。もともとは、髪や寺の少年がしていたちごまげが時代が下がると、共に一般化したという。 また、福曲げになるが、女性の髪型にも同名があり、関西地域を中心に言われた。福、曲げ自体は、勝山曲げの輪を膨らませたような形をした髪型で、江戸時代後期から次女などが言い、明治時代中期までは、京都で流行していた。この福曲げを二つに分けた髪型も、千ゴ曲げと呼んだ。千ゴ曲げを言った、牛若丸、倉間寺の大天狗壮女房と、 剣術修行をする、社名王、月岡義俊氏がちごまげを言った少女の手こまい、伊勢町義温斎頭頂部で一つにまとめた髪を左右に分けて、それぞれは西、毛先を根元に収めて、幅広の竹長をかけて湯弱る。前髪を膨らませず、中央で左右に分ける。角前髪と同様に逆焼きを剃る。平安時代に、ちご大規模寺院の髪型として言われるようになり、後に、 皇族、平安貴族の少年の髪型として一般化する様になった。江戸時代以降は天皇家以外ではほとんど姿を消した。現代ではごく一部の歌舞伎舞踊や祭りで見られるだけになった。江戸時代以降は少女の髪型として言われるようになった。曲げ自体は少年の髪型とほとんど同じだが、前髪を眉尻の上あたりから広く取って上に上げるのが 最大の特徴。本来髪飾りは一切使用しないが、対象の初期頃から花かんざしなどを刺して飾るようになった。10代の少女の場合は、桃割れや銀杏返しに類似した髪型となる場合も多い。特に身分の高い武家や、公家の姫君の側近くに使える、5、6歳から12歳ぐらいのおこしょうと呼ばれる少女によく言われた髪型で、簡単に言うことができ、 古風で可憐的品があることから、明治から昭和戦前にかけて一部の幼稚園、小学校ではチゴまげに紫バカマを制服に制定した。現在でも七つ参りや十三参り、祭礼などに参加する少女が言うことがある。現代においては、チゴまげは思ったほど多くは見られない。それを見ることができる祭りや舞踊作品等をここであげる。ありがとうございます。